ステレはアメリカ入りの異臭にある自給自足直接民主制を目標とし未来のユートピアを目指す自治共同体である。なお、ステレはアメリカの公式な地方自治体地域に属していない。人口は約125人。ステレは現代社会の弊害を排した未来都市を目指して運営されている自治共同体であり、ほぼ完全な自給自足体制と 自治体制をとっている。元来は設立者であるリチャード・キー・ニンガーの予言にあるカテキリズムを生き残ることを目標として設立されたが、現在ではこれを信じている人は少数となっている。上下水道や電話、道路整備といった公共サービスはステレ自身が運営し、かつては教育システムも自身で運営していた。この教育システムではステレ住民の子供は1歳から教育を受け、 平均で12歳で、高校卒業程度の実力が身につくようになっていた。また、かつてはステレが様々な業種の企業を直接経営し、住民はこれらの企業に雇用されていた。カテキリズムを生き残ることを目標としていたこともあり、小エネルギー、クリーンにエネルギー技術に優れている。トウモロコシからの工業用アルコールの開発、生産に成功し、 合衆国エネルギー省から燃料用アルコール、プラントの建設を依頼されたりしている。多くの家はこれらの省エネ技術を活かして設計され、その個性のあるデザインの住宅が独特の街並みを形成している。イリノイ州、フォード郡の北に位置し、イリノイ州最大の都市シカゴから約 100km 南にある。ステレは1973年に、ステレグループという組織によって設立された。 この組織の設立者は、リチャード・キーニンガーである。1950年代、キーニンガーは、カリフォルニア州ラモナにある、レミュリアン・フェローシップにおいて、レミュリアン哲学を学んだ。1963年、キーニンガーは、エクラル・クエシャナというペンネームで、ザ・アルティメット・フロンティアと題した本を書き、レミュリアン哲学の心情を示すとともに、古代の秘密組織、 ブラザーフットにより受けたとされる刑事を記した。この刑事によると、西暦2000年5月5日に、地球の破滅的な大激変が起こり、それを生き残るためには、教育による個人の発達、12の美徳の実践、カルマの改善が必要であるとしている。これを実行に移すために捨てれ、グループは、報道軍の北にある広大な土地を購入し、入りのイ州と捨てれ、 グループにより下水処理施設、浄水道設備、道路、電気、工場、学校が整備され、まず手始めに25の家が作られた。キーニンガ側は2000年までに25万人としに成長すると予言した。ザ・アルティメット・フロンティアは25万部も売れたが、ステレは大市場から遠く離れた位置にあり、またメンバーになるための資格が厳しいことや、財政援助の欠乏などから、 ステレへの参加者は思うように集まらず、ピーク時でも人口はわずか200人にとどまった。さらに、キーニンガーは自身の地位を乱用し、ステレ若い女性らと不適切な関係を持ったために、1975年及び1980年代半ばに彼はステレより、ペルソナノングラータとされ、追放された。ステレを去った後、キーニンガーはステレと、 同様の別のコミュニティを設立するため、テキサス州に移り、ダラスから約5 0トル東の土地に、アデルフィを設立した。多くのステル住民が彼に従って、アデルフィに移り、一時はアデルフィの人口は30人に、達したが、現在は16人である。キーニン側は2002年に死亡したが、結局2000年の大劇変が起こらなかったことについては何も語らなかった。 アデルフィの住民は、アデルフィ機構のメンバーに対してのみオープンであり、この機構は、現在もなおレミュリアン哲学とキーニンガーの著書の普及に努めている。最新版のザ・アルティメット・フロンティアからは、大劇変が起こると予言された日付は削除されているが、それでも、なお地球規模の大劇変が起こると主張している。ザ・アルティメット・フロンティアの出版から40年以上に、わたって、 世界中から数千人の人々がステレとアデルフィの援助、建設に参加している。これらの人々はステレやアデルフィの出身者からなる非公式なネットワークを構成し、7月4日に開かれる年次祝賀会のためにステレに戻ったり、哲学や現在の出来事について話し合うために会合を開いたりしている。1970年代、 ステレウチの家や工場は、ステラインダストリーズインクにより所有されていた。ステラインダストリーズインクには、ステラウッドワーキング、ステラコンストラクション、ステラプラスチック、ステラピアノショップの4つの部門があり、多くのステレ住民が従業員として働いていた。しかし、1976年以後大半の個人家庭は共同所有の形に移り、1980年代半ばには、 ステラインダストリーズインクは、その活動を終え、工場はステレのある長期居住者により買収された。学校、コミュニティセンター、上下水道設備はステレ、グループにより所有され運営されていた。大多数の初期からの住民が通信、設計、公共設備の運営に携わり、急激に成長するコミュニティの運営に関わっていた。 ステレの人口が安定期に移ると民主的意思決定はステレコミュニティ協会に運営されることになり、この協会は上下水道設備の運営にも当たった。1982年の住民投票の結果、ステレグループのメンバーシップはステレの住民となるための必要条件から外された。ステレグループは引き続きステレの運営に携わったが、その哲学的展望は徐々に変化していった。 2005年初頭、少数が残るばかりとなった、ステレグループは、解散を決定し、グループの資産である学校、コミュニティセンター、果樹園、コミュニティガーデン、池、温室、倉庫、40万平方メートルに及ぶ農場を、生産した。2005年末、ステレ日本部を置く、教育機関、CSC は農場を除くステレグループの資産を、購入し、残る農場は、 地元の有機栽培農家により買収された。このようにしてステレは周辺の村と対して変わらなくなってしまったが、その町のデザインはやはり独特である。多くの家庭には太陽電池パネルを備えており、また多くの住民が生涯学習と共同組合経済を強く目指している。ステレは独自の電話会社を所有しており、ステレの住民に電話、テレビ、 インターネット等のサービスを提供している。ステレの自慢は、コミュニティガーデン、機械設備、月曜夜のディナーの共同組合であり、最近までは、子供の教育の共同組合も存在した。ありがとうございます。